ご案内するシステム、ダリアです。あなたは二の国で世界を救う勇者になることも、王となり国を治めることもできます。それでは、心の準備はできましたか？うん。そう、そうければ、心の準備は。僕の命運より重要だとでも言うのか？これを守ることが王国の私の使命です。そうか、ならばその使命とやらもこれで終わりだな。女王様、ん？何がどうなってんだ？もしかしてヤバい状況か？まだ生き残りがいたか。おいてめえ、今すぐ女王様から離れろ！あなたはどの世界にも属さない人。
それがあなただったなんて。貴様らから始末してやる。あなたの言う通り、私の役目はここまでのようです。ようやく諦めたか。クー、頼みましたよ。え、急にどうして。シュモキシよ、どうかお願いします。それは守護石を、この世界の運命を。させるか。少し我慢しろよ。生きてるよな。少しでも遅かったらやられてただろうな。とにかく命は助かったんだから。こうし、さーて、たまには真面目に言ってみっか。女王様は無事なのか。間違いなく地図って言ってたぜ。守護石が王国の宝物なのは確かだが、とにかくあいつらが狙ってるものは俺たちが持っているんだから、女王様をどうこうしても意味がないはずだ。いずれにせよ、女王様を助けに何としても王国に戻らねえとな。ひとまずここがどこなのか調べようぜ。お、あれは、ここはエスタバニアだな。かつて世界を統一した国だ。エスタバニア行ってみようぜ。このまま名もなき王国へ戻っても、女王様を助けるんだ。俺たちの頼みを断るような真似はしねえだろう。まずエスタバニアへ向かう道を探そうぜ。なんついていってみようぜ。Yeah!
はじめまして、私はクロエ。相当な実力をお持ちですね。もしよかったら、お名前を教えてもらえませんか？子たちは誰がベッドだ！わー、怒るともっとかわいい。俺はクー様だ。おふん、オイラはポンポンだ。ところで、お前たちに謝らなくちゃ。俺たちはエスタバニアへ行く道を探してただけだ。出口を教えてくれ。ふーん、オイラが森から出られる道を教えてあげるよ。代わりに一つだけ頼みを聞いてくれないか。こんなところに置いておいたら危ないからね。なんだ。私がやる。おい、よく考えた方がいいぜ。間違いなく持って逃げちまうぜ。もしかしてお姉さんのこと信じられないの？そうなの？一瞬背筋がゾッとしたよ。ねえ、卵をお願いしてもいい？なあ。ねえねえ。哦，它可以自动走。欸，他是真的捧着走欸，我还以为他会收进什么身体里面，然后就不见了。所以这样不能战斗，对不对？目前看下来还算 OK。哎，怎么那么丢了？そうな子らを連れてきよったな。そこの小さきものは前に見たことがあるような。それから二つの魂を持った子たち。一体何を言ってるんだこの爺さん。ちょっと変わってるけどいい人たちだよ。この人たちがオイラを助けてくれたんだ。ほうほう、ほんにすまんの。わしも何かお返しをせねば。そうじゃ。さあ、行くぞい。ほほ、それじゃ行ってみるかの。こいつ、誰が自分を助けてくれたか分かってるみたいだな。ほうほう、イマージェンじゃ。
私は？私には何かくれないの？じいさんもお前の不純な動機を見透かしてるぜ。それじゃあクー、私はクーが欲しい。はあ、思い通りになると思うなよ。気になって仕方がない顔してんな。よし、このクー様が丁寧に説明してやろう。こいつは心の戦士イマージェンだ。汚染される前の森の心から生まれたんだ。こいつは今感謝の気持ちを抱いている。ゆっくり説明してやるから耳の穴かっぽじってよく聞けよ。意外な仲間ができたな。仲間って私？クロエのこと？何バカなこと言ってんだ。イマージェンの話だ。イマージェン。あ、あれって、うわー、大変な魔物たちだ。汚染された森から追いかけてきたみてえだな。ちょうどいい。俺たちが？お前と？なあ、断る。悪い子ではないようじゃが。オイラもクロエが悪い人には見えないな。くぅ、俺だけ悪者になったみたいじゃねえか。どうして誰も気づかねえんだ。そんなこと言っちゃってクーをテリアさんなの。さ、それじゃ出発行こうよ。ふっくらな可愛いお尻。バイテイ、何すんだよ。わおクー、ギュッてしてもいい？ダメ。あいひー、捕まってたまるか。恶之国交错世界。私は一緒に行動する必要ないよな。
クーったら恥ずかしがり屋さんなんだから、クロエと離れるのが寂しくてわざと冷たくしてるんでしょう。その心配なら無用だ。今までで一番素直な気持ちで喋ってるんだからな。わかるわかるよ、お姉さんよくわかる。また会おうね、バイバイ、クーもね。ふう、やっとどっか行ってくれたな。あんな人間は初めて見てだ。よし、それじゃあ王様に会いに行くぞ。助けてもらうんだ。行こうぜ。止まれ。王様に大事な話があるんだ。何？国王陛下に？一刻も早く王様に会わなきゃなんねんだ。とりあえず身分証を見せろ。今急いでるって言っただろう。それはお前たちの都合だ。くそー、話の通じないやつだぜ。市民証、パスポート、傭兵ライセンスのうちのどれかだ。今すぐ持ってくるからそこで待ってろ。予想はしてたけどよ、やっぱそうというか、見ず知らずのやつを城の中へ入れてくれるわけねえか。市民証やパスポートなんてものは持ってねえし、手に入るとしたらつば九郎商会の傭兵ライセンスくらいか。ん？どうした？ははーん、さてはお前知らないんだな。つば九郎商会ってのはな、依頼を冒険者に仲介してくれる場所なんだぜ。傭兵ライセンスっていうのを発行してくれるんだ。ダメだ、身分証がないなら帰れ。まだ何も言ってねえだろ。つば九郎商会の場所を教えてくれ。あんだろ、つば九郎商会。まあそのくらいなら教えてやろう。つば九郎商会はあっちの方に行けば見つかるはずだ。サンキュー。次に声をかけるときはせめて挨拶くらいしてくれよな。ああ、いらっしゃい。用件はなんだ？ああ、仕事を依頼したいのか、それともやりたいのか。やる方だ。俺たちは傭兵ライセンスが欲しいんだ。よそ者に仕事を任せるのは気が引けるな。なんだって？どうしてだよ。よそ者のどこが悪いってんだ。よそ者ってだけで依頼も受けさせてもらえないのかよ。冒険者たちがトラブルを起こすことが多くなってきてな。俺たちはそんな連中とは違うぜ。口だけなら何とでも言える。この町は腹の立つことばかりだぜ。やれやれ、この辺りの事情をよく知らんようだな。わしが簡単に説明してやる。頼むから信用してくれねえか。信用できる冒険者を見極めるためのやむを得ない措置だ。それじゃ準備が整ったらもう一度声をかけてくれ。
事と始めようぜ。どれどれ、そうだな。はあ、手紙の配達って、俺たち、おいおい、甘く見てもらっては困る。それに仕事を選べる立場だと思ってんのか。手紙の配達をすればいいんだな。行こうぜ。うん、人手が不足して、よそ者が次々と問題を起こすせいで休む暇がないんですよ。ケミヘイさん、大変だ。まあまあ落ち着いてください。また冒険者たちがトラブルを。広場で人々に喧嘩を吹っかけてるんだ。まったく、これだからよそ者は。あ、今すぐやめなさい。なんだお前は、次から次へと邪魔者がやってくるな。どうでもいいじゃないですか。そうよ、気にせずパーティーリーダーを決めちゃいましょう。武力を行使しますよ。お、ひょっとして緊急バトルが発生したのかも。あいつら怖いもの知らずなのか。俺たちも喧嘩を止めに入るぞ。あ、危険です、下がってください。あれ、あいつもプレイヤーか。僕たちと戦いたいみたいですね。なんだこいつ、どうしてこんなに強いんだ。ひとまず逃げましょう、早く。ありがとうございます、助かりました。ったく、何なんだよあいつらは。自分たちをプレイヤーと称している冒険者たちです。本当に頭を悩ませているんです。なんだって、プレイヤー。どうかしましたか。いや、そういうわけじゃねえが。ああ、はいはい、わかりました、これでよしと。これくらいどうってことねえよ。田舎者だと思っていたが、なかなかやるじゃないか。そんなことはいいから、さっさと報酬をくれ。さあ、そろそろちゃんとした依頼をくれよな。おお、そうはいかないな。ちょうどそよ風村から届いた依頼が。おいおい、俺たちを遠くに追い払おうと企んでるんじゃないよな。お前さんは疑り深いな。ちなみにどんな依頼なんだ。そよ風村に着いたら村長が教えてくれるはずだ。依頼内容がわからないのにやれっていうのか。嫌ならやらんでもいいぞ。あ、いや、言ってみただけだ。木爺のいる場所から西の方角にあるぞ。行こうぜ。風村、ここから西って言ってたよな。お主たち。ん？木爺じゃねえか。どうかしたのか。実はの、大変だ。
お前まだここにいたのかよ。今はそんなのどうでもいいだろう。俺たちに何ができるってんだ。仮面をつけた奴らが変なものを森の中に置いていったんだ。オイラはその変なものを何とかすればいいと思うんだけど。俺たちは別の用事で忙しいんだ。森を助けてくれんかの。まあどうしよう。お願いだよ。だが、その変なものってのはどこにあるんだ。近くまでだったら案内できるよ。そうか、ならとっとと案内しろ。あ、お前が言っ、オイラ怪しい気をビンビン感じる。とりあえずぶっ壊してみるか。おお、こんなにあっけなく壊れるもんなのか。壊しちゃったらもっと大変なことが起きたりしないよね。うん、オーラが徐々に弱まっているのを感じるぞ。わーい、よかった。え、今なんて言った。なんでもない。とにかく早く戻ろう。変なオーラを出してた装置は破壊しておいたぜ。おお、わし、よし、そよ風村へ行くぞ。ここから西の方に行くと見えてくるはずじゃ。ついでに村長がどこに住んでるか知ってたら教えてくれねえか。村長は確か、おーおー、サンキュー。バイバイ、またねばあさんがつば九郎紹介に依頼をしたんだよな。でもどうしようかね。なんだって？ダメだダメだ。わかったわかった。魔物たちを退治してきてくれないかい？急いで追いかければ間に合うと思うよ。行こうぜ。おっと、あれがおしとやかなお嬢さんか。はあ、ちょっと待て、まさか。うん、クーだ。うわあ、クロエじゃねえか。あれ、どうしてここに。村長のばあさんの依頼を受けてきただけだ。でどうするの？ふざけんな。やった、同じ依頼なんだし、しょうがないよね。あの、物は相談なんですけど、この依頼はあなたに譲ります。その代わり、俺の一人負けじゃねえか。なんで黙ってるんだ。お前まさか、な、おい、おい、この俺様をあんな小娘に。さっさとつば九郎紹介へ戻るぞ。ん、つば九郎紹介。何それ。は、もしかしてお金を稼ぐ方法を独り占めしてたのね。ずる、クロエも行く。絶対にダメだ。ねえクー、一緒に行っちゃダメね、ね。くそー、本当につば九郎紹介までだぜ。わかったな。イエーイ、
それじゃ出発。あ、あらあら、お嬢さんも一緒じゃないかい。もちろんだ。俺たちは一刻も早く戻らなくちゃならないんでな。どうしたもんかね。解決してほしいことがもう一つあるんだよ。もしこの頼みもうまく解決してくれたら。マジか。そういうことならやらない理由はないな。それじゃあ下に見える牧場の主人を訪ねておくれ。うわ、証拠りもなくまた来やがったな。おいおい、ちょっと待て、落ち着けって。おっと、そうなのか。なんでそんなに怒ってるんですか。いや、それがだな、よそからやってきた連中が乱暴を働きやがったんだ。ルパカが何匹か逃げてしまったんだよ。私たちがお手伝いします。は？どうしてお前が決めるんだよ。え？どの道やるつもりだったんでしょ。それはそうだけどよ。あんたたちが手伝ってくれるならなんとかなりそうだな。やだ。ほう。哇，竟然是抱羊驼，好可爱。各位等一下用丢的吧，用丢的就好笑了。丢。真的用丢的，真是的，主角怎么可以这样丢羊驼呢？你怎么是可以这样丢草泥马呢？来，抓草泥马，来抱起来。咩嘿嘿。咩北七哦。おお、ありがとう。ルパカをなんとか連れ戻しただけだろ。さっきのよそ者がやったことに比べたらはるかにマシだ。哦，是升级的方式，对。哦。哦，是这样子做的。OK。魔物に襲われたみたいなんだ。兄貴？俺の兄貴の声だ。
し驚いただけだ。一体何が起きたんだ。突然地下水路に魔物が現れたんだ。大変なことになるぞ。どうしよう、本当にそんな。水路の魔物を倒してくれないか。やれやれ、また事件に巻き込まれた気がするぜ。でも見て見ぬふりはできないわ。クロエはここで外へ出ようとする魔物を倒してくれ。わあ、さすがクー、かっこいい。ちょっと待て、さっき魔物たちと戦った時いつもと少し違わなかったか。どうやら武器を見直した方が良さそうだな。こんなこともあろうかと木の力が込められた武器を用意しておいたぜ。このクー様に抜かりはないぜ。ここがエスタバニアの地下水路か。とりあえず奥に行ってみるか。ここはこれくらい倒せば十分だな。もう少し奥の方を調べる必要がありそうだ。してるの。でもどうしてこんなことが起こるんだ。話せ話せったら。え、何か聞こえなかったか。だ誰かこっちに来るぞ。とりあえず隠れるぞ。話せ話すんだ。おいおい、優しく丁重に扱って差し上げろよ。お偉い身分の方なんだからな。お前たちは何者だ。国王をさらってただで済むと思うのか。お言葉ですが陛下、御身の心配をされた方がよろしいのでは。待て、いやいや、動くな。なんだ、一体どこから現れた。おい、やめろ。あら、あらら、どうして何の反応もないんだ。うげよし。うっ、まあいいだろう。だったらこれはどうだ。ありゃ、やめ、魔物だ。
ありがとうございます。ところで皆さんは？ここを調査してるんだ。そうですか。私はエスタバニアの王様だろ。エスタバニアの王、ルスランと申します。すぐに城へ戻らなければ。一人で帰れるのか？それは俺たちがついて行ってやるよ。ですが、まあそうだよな。そう簡単に信じられるわけねえよな。そのつもりならとっくにやっていたと思わないか？確かに。早く決めた方がいいぜ。わかりました。それじゃ出発しようぜ。待ってください。そちらは遠回りです。こちらに秘密の通路があります。わかった。なら先頭に立って案内してくれ。魔物です。よし、俺たちに任せろ。行こうぜ。気をつけてください。はあ？秘密の通路にそんなもんを仕掛けてるのか？注意して通り抜けるしかありません。はあ、めんどくせえな。床をよく見て移動してください。好，这边要自己跳。ウギ、また罠だ。罠の抜け方さえ知っていれば、ここを通る方が絶対に早いです。この通路は城に直接つながっています。わかった。それじゃあ急いでここを抜けようぜ。好，小心哦。おい、この先も罠があるんだったら今のうちに行ってくれ。ご安心を。罠はこれで最後です。本当か。それじゃあ行こうぜ。なくなるまで誰も気づかなかったのですか？私が城を留守にしなければ、一刻も早く陛下を見つけるのです。エデリアン、ルスラン、国王陛下を安全な場所に移し、この者たちを捕らえろ。はっ。この者たちは私を賊から助け出してくれたんです。仰せのままに。うお、マジで王様だったんだな。こう見えても王なんです。よし、それじゃあ今度は俺たちの話を聞いてくれ。怎么那么多人排队要跟国王讲话？太多人了吧？拿到时装对不对？太多人排队，哇！国王，你看看，有你的仆。这么多人跟你报告，你看看。我们刚刚说拿到一个时装。好 ，OK， 我差不多我要下线了。好，晚安。ありがとうございます。OK， 先穿一下这个。帅。好，我们今天试玩到这边了。好，希望大家会喜欢这款《二之国交错世界》的手机游戏的。剧情内容跟游戏玩法。好，喜欢的影片记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪 IG、FB 还有 Twitch。感谢各位今天的收看，拜拜。